社宅の蓮向かいの部屋。単なる偶然と思いますが、当時かなり鬱になった出来事。今から27、8年くらい前に、親父の会社の社宅が新築になったので、引っ越しをすることになりました。社宅自体は100世帯が住めるくらい大きな建物でした。引っ越しをして2年くらい経った時、我が家の蓮向かいの部屋の A さんが突然癌で亡くなってしまいました。当然残された家族はそのまま社宅に居残るわけにもいかずに、葬式後ひっそりとすぐに転居されました。転居後の話としては、管理人が A さんの表札がなかなか外されずに一苦労したなどがあって、 A さんが言うほど現世に未練を残して亡くなったんじゃないか、なんて噂が飛び交ったりしていました。確か、当時小学校の息子さんがいたり、若くして亡くなった A さんのことを思うと、そんな噂が出てもおかしくないような状態だったことを、小学生だった自分も覚えています。それから一年後に B さん一家が我が家の蓮向かいの部屋に引っ越してきました。B さん一家は、夫婦と三人の娘の5人でした。当時、その部屋であったことなど、全く知らずに引っ越してきたんですけど、この手の話の性質上、数ヶ月後には、前の部屋の借主の話は、B さんの奥さんの耳にも入ってしまい、B さんの奥さんは気味悪がり、早く部屋を出たい、などと周りに漏らしたりしていたそうです。その数ヶ月後に B さんの次女が小学校でふざけていた際に鉛筆で目をつくという事故が起きました。失明寸前の大きな怪我でした。B さんの奥さんの懸命の看病もあって失明は免れました。しかし次女が完治する頃には看病疲れの B さんの奥さんは完全に体調を崩してしまってました。もともと自分の住んでいる部屋の過去の話を聞いて、ノイローゼ気味になっていた奥さんは、自分の体調不良は自分が癌に侵されているからだと勝手に思い込んでしまい、娘3人を道連れにガスでの死を図ってしまいました。B さんが会社から帰宅後に発見したそうです。会社の考慮もあって、B さんは家族の葬式後、ひっそりとすぐ転居していきました。当然その部屋は開かずの間となり、後に誰かが住むということはなくなりました。その後、その部屋の電気が夜中ついていただの、ベランダに人がいただのと、噂が社宅内で絶えず出ていましたが、うちも親父の仕事の関係上、それから5年後、その社宅から引っ越しをすることになり、すっかりこの事件のことは忘れていました。一連の事件から20年くらい経った3年前、兄貴から、B さんが首を吊ったっていう記事が新聞に出ていたということを聞きました。B さんはその後再婚し、取締役まで出世していたそうですけど、会社の経営がうまくいってなかったことを苦に、自ら命を絶ったそうです。その話を聞いたとき、鳥肌が立ち、鬱になりました。単なる偶然ではないような気がして。ちなみにその社宅は H 県にありましたが、会社自体が倒産してしまったため、取り潰され、今は1階建ての宅地になっているそうです。次に、その土地に住む人には、何も起こらないことを願います。でなければ、単なる偶然とは思えないので。